はい、それでは京都グランプリ2015特別レース第1レース8分間レーススタートします。フライング、そして転倒にご注意ください。全13台走行となっております。音が鳴らへん、音が音がミュートになってる、ミュートになってる。もう一度、はい、もう一回スタート。スタート10秒前。さあ、13台でのカーペットウレタン混合コースによる8分間です。さあスタートです。ガチャガチャ。さあ1台転倒出てる。さあトップで帰ってくるの、おっと、さあさすが、いやミスった、じいじミスった。さあトップの坂本選手、さあトップ坂本、京都言うた瞬間ミスった。トップ坂本、京都グランプリでもこのセリフが言える人は、さあ感慨深い。トップ坂本、2番手松津、3番手カズ。さあ2周目までトップ。今バッチリ取れてましたんで、これちょっと拡大して、あっとトップ坂本ミス。さあこれでトップが入れ替わった。帰ってきた、お、トレノですね、トレノ、トレノのこれ佐藤剛丸選手ですか。あーっと戻れー、カズ死んでる。めっちゃおもろい。めっちゃ3人入ってるし、めっちゃおもろいし。さあ残り時間は6分40秒。さあ注目のトップ、トップマッツン、トップマッツンです。さあマッツンは787でのチャレンジ。続いて2番手はなんと N 村選手、コンパクトの N 村選手、ルマンクラスのマッツンがトップ走行、2番手走行はコンパクトの N 村と。さあなかなかの波乱含みのレースとなった。トップ別、さあ3番手有村選手ですね。ということはそのコンパクト VS ARTAHSV とコンパクト、ミニクーパーの2位争いだ。さあ残り6分です、残り6分。さあこの2台が2位争い。さあなんとミニクーパーと HSV がガチのバトルになるとはという感じですが、さあしかしここは京都グランプリ混合コースによるイレギュラー感がなかなかレースを面白くしている。さあストレートでは仕掛けます、ストレートでは仕掛けますが前に出られない。さあラップマーカーがいる、ラップマーカーがのかない。さあ2台が絡んだ。さあカズ来た、カズ来た、これで、いやカズは飛んでってたから関係ない。あ、藤村兄さん、藤村兄さん4位。さあトップ6、トップ6も見ておきましょうか。七瀬マセが5位、いや入れ替わりがあった。トップ6、マッツン、N 村、藤村、ピンク86、ピンク86が4番手、5番手に七瀬、6番手有村。ということは7位は現在、残り5分です。7位は現在、佐藤父。さあ、6位、7位の間が佐藤父。さあ、頑張ってまいりましょう。あー、転倒、有村転倒だ、一番奥。さあコース一番奥、これで有村はトップ6脱落してしまうか。さあレース残り時間は4分30秒です、4分30秒。